ごめんなさい、ちょっと説明、ゲーム前に説明すればよかった弁当について。あ、弁当って何することができるんですか？初心者の実は、インポスターしか使えなくて。インポスターしか使えない。ああ、そうだ、クルーメイトにも使えると思って入っちゃった。今日はね、10万人突破記念ということで、ちょっと先ほど突破したんですけど、皆さんね、チャンネル登録、コメントいつもね、ありがとうございます。これからもね、末永くよろしくお願いします。スーパーチャットをね、たくさんいただいてます。ドネートもありがとうございます。メンバーシップもね、ぜひ、10万人記念にメンバーシップ、スポンサーになっていただければ幸いです。茶色、黄、緑、水色。茶色、黄、緑、水色。はい。はい。はい、よろしいでしょうか。死体の位置は言います。シールドです。シールドの、上の方に抜ける出入り口ぐらいのところで死んでました。近そうだから言おうかな。俺、ストレージでゴミ捨てしてました。うん、見てる。確認してます。で、ルートも言おうか。お願いします。ルートは、ストレージ上のとこ。で、アドミンの入り口、アドミンの奥、して、ゴミ捨てですね。ですね、で、初手、スナパイさんがストレージ の上の方のタスクやってるのを私が見てます。はいはい。うん。で、ちなみにピカクロスの行動としては、開幕即エレクトリカルに走って、エレクトリカルのタスクをやってて、リアクターが鳴ってる最中もエレクトリカルのタスクやってました。あとね、アドミンから多分リアクター鳴った時に誰か出てったんだよな。誰だっけ。ごめん、忘れた。だから、俺、ストマスケスの誰？俺、高田さんの。キヨさんとゲンさんは一緒にリアクターを直しました。はい。はい。ゲン上担当でした。メッドベイから一緒ですか、キヨさんは。一緒ですね。だから、右側にいた人だな、多分。うん、僕、ちょっとウェポンズにいて、で、リアクターなって、はい、で、リアクター、多分最後の方に行ったんですけど、その時ウェポンズでまだドニキさんが。あ、はい、おりました。はい、こんな感じです、ね。はい。右側にいたのはドニキで、ウェポン O2 ナビゲーションといって、ずっとそこら辺にいました。で、ウェポンでオラフさん、先端さんを見ていて、カメラに、ナビゲーション付近でカメラを誰かが見ていて、それに私が映っているというところで、あ、ゲン見てました。で、ドニキさんはナビゲーションに入ってくるのは確認しているので、動き自体に嘘はついてないと思います。まあ、追加で弁当入ってシールド行ってるところだったら分かんないです。今のところは見てないって感じですか？ナビゲーションに入っていって終わりました。ちなみに、アベレージさんも右ですね。ゾニキ、オラフ、アベレージ、先端が右です、初手。うん、黒川さんは左、まあ、メドベイからリアクターなんで。リアクター組です。リアクターいたいた、茶色と黒と。あ、ゲンです。すみません。右に行った方で、ゾニキさん、オラフさん、センタンさん、アベレジさんで合ってます。はい、そうです。はい、わかりました。で、僕視点だと、ウェポンやってすぐ、リアクター向かって、茶色、黒、なんだっけ、何色、白、ピンクかな ?4 人がいたかな。リアクターに。はい。オッケーオッケー、たどり着いている。思います。もう一人いたかもしれないけど、ちょっと忘れました。あ、僕も一応リアクター最後にたどり着いて、ローアエンジンが最終です。はい。スナパイさんか、ゾニキさんあたりが、うん、1とかな。まあまあ、1かな。一応ピカさんのセルフもある。まあ、言えるんじゃない？なくはないぐらいかな。うん、けど、それって右に行ってて、かつ左に行ってる人の量を確認してないと、リガウスイからかなり。自分だけが右に行ってる状態っていう可能性も。あ、ちなみにゲンの、ゲンはピカさんが初手エレクトリカルにいたのを確認していますので、アリバイ自体は嘘ついてないと思います。少なくとも。そんな時間なかった気がするけどな、右。
エレクトリカル行ったら右って切るは難しいんじゃないですかね。うん、ちょっと考える優先順位低めですよね。確かに、ゾニッキと行動した方がいい？いや、色をまれるからな。だから、デートピカさんとスナパイさんとかの組み合わせの方が。いい、まあいいかな。で、ほぼスナパイ、ゾニッキ2択だと思うから、釣っちゃっていいかなと思って。あ、それでも。それもいいかもね。俺しこの2択以外であるのか。リアクターマジ集中しまくってたから。あ、そんなにいたんだ。めっちゃほぼ全員いた。あ、ではなくて、リアクターが鳴り始めたタイミングで死んでた場合だと、初手右に行ってた人で誰が最後に出たのかっていうのは気になるけど。でもそれも、ああまあそうか。それだったらゾニキさんがのけたって残ったって言ってたからゾニキが怪しいとは思うけど。まあ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 、まあ、ですか。おお。マジか。マジで。はいですね。スナパイさんの証言してほしいっていうことだけ言っておきます。しあ、しまいちゃった。スポンサー登録ありがとうございます。あとでお礼させていただきます。概要欄の方からスポンサーになりますのでぜひお願いします。うちのスポンサーに、スポンサーに連れてって、うちを。まあじゃあ今日何の話すればいいか、自分のアリバイ的な面で言うと、ストレージ、アドミン、カフェテリア以外に俺は一歩も動いてなくて、で結構いろんなところで目撃情報があるという状況ぐらいかな、俺が白アピできるのは。うん、リアクターが鳴って俺がリアクター向かうのって結構最後の方だったんだけど、アドミン出た時にスナパイさんが、うん、なんだっけな、うん、そのアドミンのダウンロードだから配線つなぐやつだからどっちかはやってたのは見て、それが最後配線の方ですね。あーそっか、ってなってくると確かに私はスナッパイさん目撃してるけど、例えばアドミンの弁当を使って、廊下の方の弁当で出てきて殺した説はあるんだ。あ、別にあの俺が犯行可能かどうかっていうのは二択に絞られた時点で俺にはあるんだと思うよ。うん、うん、だね、うん、いや比較的スナパイさん大丈夫なんじゃないかなって最初は思ってたから。あ、セキュリティついてたと思うんですけど、セキュリティってどれくらい見てたのか、はい、ドアが閉まったんですよ、アドミンの。はいはい、シューってその瞬間に私誰か死んだんじゃないかなと思ってカメラ見るのやめて外出たぐらいであのレポートがなりました。だったらその瞬間に俺が弁当を使って移動した以外に殺せないってこと？てか最終位置がストレージの右下ですよね。うん。殺して戻ってストレージの右下行ったってこと？ストレージからですよね、しかも。そうそう。ちょっと考えづらいな。うん、まあ釣りたいなら釣ってくださいって感じだな。俺はもう何も言うことがねえわ。まあゾニキさんって釣っちゃったから。うん。どっちでもいいと思う。釣らないんだったらピカクロスさんとのペア行動がいいかなと思うし、うん、釣ったら釣ったら別に全然いいと思うし、まあ、どっちでもいいですよ、どっちでもいいです。ゾニキチさん釣っちゃったしなと思ってこれゾニキチさん村でスナパイさんがさインポスターに止まってインポスター探しってなんかねって感じだ、ね、あ、分かった分かった、非常に合理的、うん、あのゾニキが村のパターンはほぼないと思うので僕視点ではね、まあ仕方ないかな、ここは。ぜひね、コメントをね、動画配信コメントお待ちしておりますので、ぜひお願いします。ちょっと、停電の時は、まあ、近くに何台場所かな。ありますね。停電、まあ、キャンディーレクトリカルタスクやります。シンクロしよう。
はい。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 下見なしですね。はい。ベント見ました。え、お。エレクトリカル、メッドベイ、セキュリティ、セキュリティ2で、ゲンさんが多分見てるかな、セキュリティ。カメラずっと見っぱでした。で、多分周りいないですよね、人。はい。人いなかったです。ああ、マジか。あれそうなんだ。セキュリティ十字路から入ってきた人いない状態で2位になってるはずなんで。うん。いるはず。え？じゃあ逆にさ、今さ、アドミンに結構人いたよね。センタンさんと、うん、高田さんと。俺もいた。僕もいました。オラフもいました。そう、はい、オラフさんもいて、4人はいたのか。竹雄さんもが押してるからね、アドミンから。あ、そうか、僕が押してくれって頼んだ。めっちゃ。で、5人で。クロムさんはね。黒川クロムやってんだろ。だね。消去法となるね。俺はやってんだ。いや、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど。ベントって何？分かるやろ。ベントって初めて聞いたんですけど、ベントって何するやつか。分かるやろ。え、これってあれですか、ベントの中にずっと隠れてたってことですか。多分ね。あー、なるほど。アドミン情報でってことですか。はい。なるほど、なるほど。ベント、ごめんなさい、ちょっと説明、ゲーム前に説明すればよかった、ベントについて。あ、弁当って何することができるんですか？初心者の実は、インポスターしか使えなくて。インポスターしか使えない。ああ、そうだ、クルーメイトにも使えると思って入っちゃった。ちょっと結構前からエレクトリカル2になってましたよね、でも。そう、あ、いや、そう。パッパッパって動いて2、2、2、2でボタン押しぐらい。そう、最初私が離れる直前がメッドベイ1、エレクトリカルセキュリティ1みたいな感じで、途中で2になったって感じでしたね。 あ、そういうことか。そうそう、セキュリティがいや、ちょっとアンダッキーもありましたね、これは。ちょっとね、インポスターが。なんでみんなそんな人いっぱいいるのね。いつだよ。ソーシャルディスタンス大事だって。もうソーシャルディスタンス。ジージー。スナパイさんだ。誰も殺してないのに。スナパイさんだ。スナパイさんで最初、初手。うまかったっすね、あれ。いやー、2択まで持ってきたからよかったけど。いやー、ほんと素晴らしかったです。戦闘通ったんですけど、見てられなかった、見られてないタイミングでよかったですね。あ、ロラ大事だな。霊界でスナパイさんになんか、騙されました。あ、霊界でもすいません、ゾニキに僕白ですって嘘つきました。霊界って会話してて、これ村やばいっすねみたいな話。霊界人をやめてもろて。霊界人あの別の意味で村やばかったんで。でもすごいな、消去法であそこまでいけるのやっぱすごいですね。ねえ、すごいですよね。まさかゾニキさんとスナパイさんの2択になるとは思わなかった。いや、今2択になってもワンチャンローラー止まる議論をしようっていうのはずっと心がけてたので。よもやよもやだな。よもやよもやよもや言いたいだけだ。よもやよもや言いたいだけだ。腹があったら入りたいわ。入ってんじゃん。負けたんだよ。そうだ、穴があったから入ったから負けたんだ。うまい、うまい、うまい。言いたいだけだ。いいね、煉獄さんはもう。